皆さん、こんにちは。少し前は虹色ジーンでレギュラーを務めていましたが、現在では番組を降板して東急リバブルの CM などで活躍をされている山口智光さん。ある時を境にして表舞台にあまり姿を見せなくなった山口智光さんは一体何があったのでしょうか。今回は山口智光さんがどうして表舞台に出にくくなったのかの可能性について紹介します。山口智光さんが表舞台から影を薄くした時期は2013年でした。この頃に出番がなくなっていて、それと同時期に山口智光さんの同姓同名であり出身地も同じ人物が児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕されたというニュースが流れました。現在その記事はどこも閉鎖され、詳細がわかりませんが、見出しだけを見た人がタレントの山口智光さんと勘違いしてあらぬ噂が広がりました。実際にはただ表に出てこなくなった時期と重なっただけですが、とはいえ事務所側としても多少のイメージダウンを懸念したという可能性は否定はできませんが、あったとしても微々たるものでしょう。それ以外に干されたと言われている理由が6つほどあります。それぞれ見ていきたいと思います。まず1つ目はダウンタウンとトラブルで干されたのではというものです。山口智光さんはリンカーンにてダウンタウンの2人と共演した際にダウンタウンにとって気に食わない言動があったから干されたと言われています。確かにその当時も今でもそうですが、ダウンタウンというコンビはお笑い界芸能界で多大な影響力を持っています。そのダウンタウンに嫌われてしまったら今後の活動にかなりの影響が出るのは考えるにたやすいでしょう。ですがダウンタウンと山口智光さんは虹色ジーンなどでも共演していたので、あまり不仲という感じではないかなと思います。ですがリンカーンから山口智光さんがいなくなった際にダウンタウンの2人はその話題について触れていなく淡々と進行していたため、そういう噂が流れたのだとも言います。ですが実際のところはスケジュール上の問題と言われているそうで、リンカーンの収録は基本的に毎週土曜なのだそう。その時に土曜の虹色ジーンで司会を務めていたこともあり、その虹色ジーンは生放送で収録日が重なると過密スケジュールになることを配慮して番組サイドと出演について相談していたと考えられています。2つ目は俳優業や司会業に専念するためだと言われています。文春の報道にて MC とひな壇の芸人たちが内輪ネタでいじり合う素人的な笑いが今のバラエティの潮流。しかし山口の持ち味は演技力を生かしたコントや達者なモノマネといったクロート芸、それを発揮できるコント番組が少ないのが彼の不幸。加えてもともと芸人仲間との交流が少ないので、芸人ならではのいじり MC という地上波のトレンドに沿いにくい、芸層の評価は高いのですがとテレビ制作関係者から話を聞いたとありました。普通のバラエティ番組と山口智光さんの持ちネタや芸風が合わないために、それを活かせる場所に行きたかったのではないかというものでした。3つ目は制作スタッフに敬遠されているといいます。こちらの話はフライデーが報じたものになります。その内容をかいつまんで紹介しますと、山口智光さんは出演する番組には手を抜かないようで、細かくないように口を出すといいます。バラエティ番組ではアドリブなどが多いことで台本から離れた内容になることがあることが多いですが、山口智光さんは台本と違うということで取り直しを求めることもあったといいます。そうしたことから制作側から扱いにくいという印象を受けているのだといいます。4つ目は明言はしていませんが、どんどこどんを解散したことが言われています。どんどこどんというのは山口智光さんと平畑啓司さんのお笑いコンビです。あまりコンビで活動している姿がなかったため、山口智光さんはピン芸人だと思っていた方もいたのではないかと思われますが、もともとはどんどこどんというコンビで活動されていました。活動停止したのが2006年からで、2013年7月27日に出演したさんまのまんまで明石家さんまさんから、どんどこどんは今どうなってんの、解散はしてないのと聞かれた際に、バラバラでの活動です、2人ではやってないですね、
解散というのも微妙なんですけど、解散しますというのもどうでもよく思ってる人もいるじゃないですか。だから解散っていうあえてマイナスなイメージがすることは言う必要もないかなと、と語っています。解散という言葉は使っていませんが、事実上解散している状態です。このことが仕事減少にもつながったのではないかと言われていますが、仕事が減ったのが2013年であり、停止したのが2006年なので、7年経って影響するかというと少し考えにくいのかなと思います。5つ目はリンカーンでのキャスティング問題です。リンカーンに出演当時、山口智充さんはピンで出演しており、その他の出演者は4組のコンビで合計8人でした。ダウンタウンや中堅どころの芸人が出演されていたので、ギャラ単価が高くなってしまったそうです。コンビごと番組を下ろすことは難しいので、ピンとして出演していた山口智充さんを外すことになったようです。最後は番組視聴率の関係です。山口智充さんは保育探偵25時というドラマに主演で出演していました。そのドラマの平均視聴率が 3.5% であり、あまり順調といえる数字ではなかったです。ドラマとバラエティを単純に比較するのはなかなか難しいですが、やはり視聴率という数字として現れてしまうと、出演者のキャスティングを考えてしまうのが制作側の思考なのでしょう。実際に山口智充さんが干されたのかについては、一時期は見かけなくなっていましたし、虹色ジーンのレギュラーから外されたことで、全国地上波放送でのレギュラー番組はゼロ本となっています。ですが完璧に干されたというわけでもなく、グッサンチ、グッド、地球便、魚が食べたい、浅草下町通り交番、子連れ巡査の捜査日誌、がっちりマンデー、朝一などに出演しており、基本的には情報バラエティやドラマなどの出演が多いですが、お笑い番組への露出はないです。他に現在山口智充さんがやっていることは、 YouTube チャンネルを開設したそうです。自分が活躍するフィールドについて山口智充さんは、僕は仕事に対して上下を全くつけないんです。全国放送だから、ゴールデンだから、深夜だから、地方局だからと、そもそもその感覚がないんですね。大切なのは純度の高さ、僕自身がどれだけ楽しめてるか、僕のメッセージがどれだけ濃く世間に出せているか、その環境が整っていればフィールドはどこでもいいんです、と語っており、自分で自分なりに活動できるものであればどこでもやっていこうと話していました。以前には自分のチャンネルを持ちたいとも話しており、その夢半ばで叶えた状態になりましたが、現在はリニューアルのために休止しています。今後 YouTube の活動をするかどうかについては、僕が企んでるやりたいことを一番純度高くやれるのは今あるカテゴリーの中だと、もしかして YouTube なのかもしれません、と語っていることから前向きだと言います。リニューアルという名の事務所との調整を行っているのかもしれません。 YouTube 関係で話しますと、ゲストとして出演していることもあるそうで、雨上がり決死隊の宮迫博之さんとライブを行っていたりします。こちらの動画は大きな反響があり、300万再生もしているといいます。さらにはミュージシャンとの交友が広く、ユニコーンの奥田民生さんと共演しています。いかがでしたか。今回は山口智充さんの芸能界から干されたのではという話を紹介しました。実際には活動しており、今後のフィールドが YouTube に移るかもしれません。そうなれば YouTube でもう一花咲かせてほしいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。